はい、どうも、こんにちは、シモです。はい、モナカイワです。はい、えー、ではね、早速予想の方入らせていただきたいと思います。はい、えー、今回予想させていただきたいレースは、フィリーズレビューです。ございます。はい。阪神、芝1400メートルで行われます、大花賞トライアルでございます。はい。えー、3着まででしたかなはい。えー、優先出走権が得られるレースでございます。 はい。まあ、この年ね、まあ、どの馬が勝ち取るかという部分だと思いますが、ただですね、このレース、あんまり大箇所と絡まないっていうのが、まあ、悲しい次第でございます。はい。まあ、今年こそはね、ちょっとね、絡んでいただきたいかなとは思います。はい。えー、それでは、はい。えー、今回使った足切りデータの方を紹介させていただきたいと思います。え今日、<laughs> 失礼しました。えー、今回使った足切りデータはこちらです。どうぞはい。 えー、二つご用意させていただきました。えー、前走500万下2着以下、えー、前走1200メートル以下、あ1200メートルですね。はい。まあこの二つを使わせていただきました。はい。まあね、前走ね、500万下2着はさすがにですね、はい、えー、勝ってる、勝ってる馬がいないという部分を考えてバッサリ切らせていただきました。 あただですね、まあ、次のね、前走1200メートル、カチューマ1頭だけ出ておりますが、基本的には距離延長は向かないこのレースでございます。はい。まあ不思議ね、感じだとは思うんですけども、まあ阪神専用って言えばね、専用機がいるっていう、阪神専用の専用機がいるっていうぐらい、まあ、有名なコースなんですけども、まあその分得て増えてが出やすい部分です。まあ前ーよりね、スプリンターが好まれるレースだとは思うんですけれども、 はい。まあ、ただですね、ここのフィリーズレビューに関しては、はい、距離短縮組要は1600メートルからの短縮組が最も好まれるケース傾向にあります。はい。なので、まあ前走1200メートルはね、バッサリ切るような形にしました。はい。はい。えー、ではね、えー、予想の方ね、本命の方を上げさせていただきたいと思います。はい。えー、本命は、 10番のムーンエクスプレスを上げさせていただきます。はい。えー、前奏ですね。阪神ジュベナイルフィリーズ4着の馬でございます。はい。まあ、まあ、まあ、一番手にね、もう選んだ理由は、まあ、ただ1点ですね。前奏内容が良かったですね。はい。まあ、ちょっとね、フロックなんじゃないのかって言われたらね、まあ、それでおしまいかとは思うんですけども、はい。まあ まあ,こまあね、えー、前走内容を考えて、やはり、ね、前目で競馬して、まあ、あれだけね、まあ、ギリギリでありましたけども、まあ、負けてしま,まあ負けてっていうわけじゃないですけど、はいまあ、3着とは触、ね、れますけど、4着にこう食い込めてきてるっていうのは、とても大きいと思います。はい、で200メートルね、短ければね、もっといいね、なんつうのかね、成績上げれるか感じかなと思って、まあ、今回、あれですからね、言うても、 内回りの芝にありますので、まあ、さらに条件は合うんじゃないのか、ここの阪神専用この馬が最もピタリとこう当てはまる馬ではないかと思い、1番手に選ばせていただきました。調、は、教、いまあ、については、ね、まあ、かもなく不満かもなく、まあねえー、十分動いてたなという部分は感じられました。軸、まあ、馬にするには、ね、やはりこの馬が、ね、うってつけかなと思い、 1>, 1番手に上げさせたような感じですね、まあ。当日もね、結構人気はするとは思うので、まあ、1、2番人気あたりですかね、うん。とは思うんですけど、1、2番、3番ぐらいですかね。はいうあたりになるかと思います。はいまあ、間違いなくね、十分、えー、3着以内に来る可能性は最も高い馬だと思いますので、はい、実然的に、まあ、1番手に上げたような形です。はい。 次ですね。2番手です。はい。13番のペルフィカを選ばせていただきます。えー、前奏拳賞1着でございます。はい。はい。えー、まあなんでこの馬を選んだかっていうと、まあ、 あれですね。まあ、500万下から来る馬は、基本的に1着じゃないと馬券には絡まないような形ですね。まあ、ただね、毎年のように絡んでますので、まあ、今回どの馬がね、一番いいかって、ま、この馬になるなっていう部分ですね。はい。で、まあ、基本は中段でね、こう競馬する馬だと僕は思うんですけども、まあ、ね、ちょっと前目に出てもね、競馬できるとは僕は思いますので、はい。まあ、ただね、届くかどうかがわかんないですよね。今回内回りなんで、 はいまあ、届かないのが一番怖いですね。やはり王道の先行型が一番ね、いいとは思うんですけども、まあ、ただね、あのまあ、勝ち負けはね、ちょっと厳しいかなって思いつつも、こう、届くあの、2、3着には届いてくる、確実に届いてくるだろうなと思い、まあ、こう2番手に選ばせていただいたような形です。はい。はい、えー、次ですね。はい。 えー、3番手ですね。はい。1番のレオパルディナを選ばせていただきます。えー、前奏、阪神、ジュベナイル、フィリーズ、7着の馬でございます。はい。はい。まあね、えー、負けた理由がね、もうはっきりしている、まあ、馬なので、 まあ問題ないかなという部分ですね。まあどうしてもね、後ろから行くより前から行った方がね、いい馬だとは思います。あとですね、まあちょっと枠にここ,こ最近泣かされてるので、まあ、まあ、極端なんですけども、まあ再打ち枠に入ったっていうのは、まあプラスになるんではないかと思います。はい。えー、3走前のね、小倉2歳の時のようにね、前の方でね、競馬がね、できれば、 あもう十分にね、こう戦えるのではないかと思っているような形ですね。はい。まあ、ちょっと前の方に行けるかどうかわかんないですけども、まあ、うまい具合に取り付いていただければ、ねこうかえー、上位ね、食い込んでくる要素はね、大きいと思います。はい。で、調教をね、そんなにね、悪くなかったので、はい。まあ、動きもとてもよくて、まあ、十分仕上がってる感はあるので、まあ、ここはね、ちょっと楽しみな一戦になります。はい。 まあそのまあそういう部分でまあ選ばせていただいたような感じですね。はい、えー、次、最後ですね。はい、えー、14番のスマートプラネットを上げさせていただきます。はいえー、前走クイーンカップ12着、前前走が阪神、ジュベナルフィリーズ6着の馬でございます。はい まあここ3戦ね、まあ、全然パッとしたね成績が残せてない、まあ、パッとしてるのは半身、まあまあ、ジュベナイルフィリーズよりも、まあ、アルテミス・ステークスの5着の方がまあ評価は高い,で高いとは思いますが、まあ、ここね2走はちょっとねいかんかなと思うんですが、今回ね距離が1400短縮になりますので、まあ、その辺あたりはだいぶプラスに出てくるのではないか。 と思っております。で、しっかりね、前残れると僕は思いますんで、その前残りでね、あの、十分にね、通用する競馬ができてますんで、はい、前重視で考えて、距離短縮、だいぶプラスなんじゃないかと僕は踏んでて、まあ、穴馬の一頭として選ばせていただいたような形です。はい。状況はね、まあ、 そうですね、まあ、かもなく、不可もなくっていうちょっと印象しかなかったので何でも言いいよないですけども、はいまあ、ただ、動きに関しては悪くはそこまで悪くはなかったかなと思います、はいはいえーまあ、そんな感じで、ね、ちょっと前目の方の競馬ができるのを、ね、優先的にチョイスしたような感じです、まあ、1頭、ねえー、ペルフィカだけちょっと若干違いますけども、まあ、届いてくるだろうなという部分を踏まえて選ばせていただいたような形です。はい、はいいえーでー そうですね。はい。えー、次、解明ですかね。はい。解明、ちょっと悩んだんですけど、まあ、2種類、ちょっと、2種類ですね。はい。ちょっと用意させていただこうかなと思っており、あ、2種類じゃない、1種類ですね。ごめんなさい。えー、3連単の2等軸マルチで買わせていただこうかなと思ってます。えー、10番、13番を軸にして、1番と14番ですね。はい。 であとプラスですね、2番と17番を買わせていただきます。はい。まあ、選んだね、最初に選んだ2番の馬ですね。はい。ラッフォルチャートという馬ですね。はい。まあ、この馬はまあ前走、まあ、500万下、勝ったばっかの馬なんですけども、はい。まあ、前目の競馬してね、えー、勝ててますんで、今回もね、内枠に入りまして、なおかつ前目で競馬するのであれば、問題なく前で取り付きやすいと思うので、はい。 選ばせていただいたような、押さえとして選ばせていただきました。はいえー、17番の方ですね、はい。クイーンズリング。はいまあ、これはただ1点です、えー。デムーロが乗るだから買うというだけです。はいまあ、一応、デムーロ乗るならまあ押さえで買っとかなとね、さすがにという部分で選ばせていただきました。はいまあ、前奏内容はとても評価はできます。はいでまあ、久々にねこう輸送しないという形になりますので、まあ、ちょっと、ね、どういう展開になるのかというのが。 見どころだとは思いますけども。はい。まあ、ちょっとストワークに入ったのはちょっとさすがにマイナスだなっていう部分を加味しました。はい。はい。えー、まあそんな感じでね、フィリーズレビューの方をね、えー、予想と買い目の方は終わりになります。はい。はい。えー、一緒にあげる方ですね。はい。えー、中山ヒンバステークスの方も一緒にあげますので、まぁ、あ、よかったらね、そちらの方も聞いてください。 長々聞いていただきありがとうございます。参考にしていただいたら幸いです。ありがとうございました。